今お父さんが危篤状態なの。だからすぐに来てくれない？病院の住所教えるから。え、無理だよ、もう旅行先着いたし。は？旅行？ちょっと何言ってるのよ、妻の父親が大変な状況なのよ。私がそうやって怒ると夫はとんでもないことを言い出した。そんなこと言われてもさ、あんまり関わりないし。は？俺は毎日仕事で疲れてるんだ、旅行くらい行かせろ。私の中でスーッと気持ちが冷めていくのを感じた。じゃあいいです、もう帰ってこないでください。私の名前はユキ、30歳の主婦だ。夫のケンスケとは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンだった。同い年だった私たちは趣味嗜好が似ていたこともあってお互いに惹かれ合い、それから2人きりでも会うようになった。そして何度かデートを重ねていき、彼から告白をされて交際がスタート。彼は明るくて爽やかな性格で、話も面白くて私をよく笑わせてくれた。そんな彼に私はどんどん惹かれていった。それから順調に交際を続けていった私たち。付き合い始めて2年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。ユキのことを思う気持ちはこれから先も絶対に変わることはない。俺と温かい家庭を築いてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。彼のプロポーズの言葉に感動しつつ、私はすぐに承諾した。こうして結婚することになった私たち。それからお互いの両親に結婚の挨拶をしに行った。義両親はとても優しくて、嫁いびりなどがなさそうだったので安心した。両家の顔合わせも無事に済ませ、結婚式を挙げて私たちは夫婦になった。そして始まった新婚生活。私は夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので仕事を辞めて専業主婦になった。それからは一生懸命家事を頑張って夫のことを支えた。料理も洗濯も掃除も決して手を抜くことなく、自分が納得がいくレベルにまで高めた。特に食事にはすごく気を使い、晩ご飯は品数も多くしたし、毎日違うメニューになるように工夫した。そうやって家事を頑張っていたので夫も満足してくれているようだ。ユキの料理はとても美味しいから毎日早く帰ってきたくなるな。そう言ってもらえて嬉しいわ。これからもたくさん美味しいものを作るね。ああ、楽しみにしてるよ。夫が幸せそうな顔でご飯を食べているのを見ると、私もとても嬉しい気持ちになる。このままこうやって夫婦仲良く幸せな日々を送れると私は信じていた。私たちの関係に少しずつ変化が訪れ始めたのは、娘の真由美が生まれてからだった。私は初めての出産でわからないことだらけだったこともあり、子育てに奮闘していた。そのためなかなか家事が思うようにできないこともあった。娘は夜泣きもひどくて毎日夜中に起こされる。そうなると早起きするのが大変で、夫のお弁当を作るのが間に合わないということもあった。あなたごめんなさい、今日はこれでお昼食べてきて。え？弁当ないの？外食しに行くの面倒なんだけど。ごめん、ちょっと真由美の夜泣きがひどくて、あやしてたら寝られたのが朝4時で。だったらそのまま起きてお弁当を作ってればよかったじゃないか。え？どうせ日中はゆっくりくつろいでるんだろ？寝るんなら俺が働いてる時にしろよな。夫はイライラした様子で私から千円札を奪い会社に行った。私は呆然としながらその様子を眺めていた。まさかあんなことを夫に言われるなんて。私は大変だと感じながらも子育てと家事を一人で頑張っている。専業主婦だから家事を私がやるというのは百歩譲って受け入れよう。だが子育ては夫にだって協力をしてもらいたい。お風呂に入れたりおむつを替えたりとか、また夜泣き時にあやすことだって私だけがやるという決まりはないはずだ。しかし夫の中では自分は働くことで役目を果たしていて、子育てに関することは母親の役割だと感じているらしい。そして子育てが大変だから家事がおろそかになるということも許せないようだ。ああ、今日も手抜きメニューかよ。え？手抜き？どう見たって手抜きだろ。そんな、ちゃんとメインのおかずに副菜2品と汁物1品があるじゃない。メインの肉料理が弱いんだよ。前はもっとしっかりとガツンとしたものを作ってたじゃないか。怠けてるんじゃないのか？だから何度も言うけど、育児に追われててなかなか家事に費やせる時間がないのよ。それが甘えだって言ってるんだ。
俺の母さんはいつもしっかりと料理をしていたぞ。俺と弟を育てながらな。同じ主婦で子供一人のお前よりも大変な状況でちゃんと家事をこなしていたんだ。だからお前ができないって言ってるのは甘えだ。そんな。私は夫がここまで分からず屋だとは思わなかった。結婚前はとても優しくて紳士的な素敵な人だと思ったのに、いざ結婚して子供ができるととんだモラハラ野郎だ。しかし専業主婦で働いていない上に子供もいる状況では夫の給料に頼るしかない。理不尽を感じつつも捨てられてしまっては終わってしまうという状態に、私はもう一歩踏み出して夫と戦うことができなかった。最終的に夫に言われるがまま反論することができずに終わる。夫が私を言いまかして満足そうな顔をするのは本当に腹が立った。実家に帰ってストレス解消したいという気持ちもあるのだが、この家から実家までは結構離れていて簡単に帰省することができない。そういうのも私のイライラがたまる要因になっているのかもしれない。日中に母と会ったりして話を聞いてもらえれば少しはガス抜きとなって穏やかな気持ちで過ごせるだろうが、なかなか会えない距離にいるので私は一人で我慢をするという状況になることが多かった。それでもなんとか育児と家事を両立させて頑張っていた。なんだかんだで時は過ぎていき、娘も3歳になった。これくらいの年になるとたくさん言葉を話すようになり、私は娘と会話をすることで息抜きができるようになっていた。また幼稚園に通うことになったことで一人の時間も作ることができている。おかげで今までよりも家事をする時間を作れたし、リラックスする時間も設けることができている。だが夫との関係は年々と冷めていっていた。夫は私と一緒にいたくないのか、どんどん帰りが遅くなっていった。基本的に帰ってくるのは夜中の2時頃で、早くて終電という感じだ。そのため晩ご飯を家で食べることも減っていったし、娘と関わることも全然してくれない。娘が寝ている間に帰ってきて、娘が起きてくる頃にもう会社に行っているので、ほとんど顔を合わせていない状態だ。だから娘は一時期夫のことを週末にだけ家にいるおじさんという認識でいたようだ。さすがに実の父親が娘からそのように思われているのはまずいと私は思った。あなたもう少し早く帰ってこれない？真由美から父親だと思われていないわよ。この前なんて真由美のお父さんは今どこで何をしてるのって聞かれたんだから。幼稚園でも父親はいないって答えてるらしくて、先生に離婚されたのか質問されたんだから。私がそう言うと夫は少し驚いていたが、自分を変えるのは嫌なようだった。俺は遅くまで残業をして、そして出世のために上司と飲んだり、後輩を育てるために飲みに連れて行ったりしてるんだ。それは全部俺の稼ぎに直結してお前たちの生活にもつながるんだ。だからその辺のことはお前がうまくやれ。それが嫁として、また母親としての役目だろう。結局夫は私に全てを丸投げしてきた。もっともらしいことを言っているが、要するに自分は何もしたくないのだ。果たして本当に残業しているのか、上司や後輩と飲みに行っているのかも怪しいものだ。私は心の中で疑いの目を夫に向けながら、はいはいと話を聞いていた。夫に相談をした私がバカだった。この人は私のように全く危機感を感じていないのだ。子供だからって舐めていると、いつか強烈なしっぺ返しを食らうだろう。それに夫は残業を頑張っていると言っているが、家に入れてくれるお金は全然増えていない。もし本当に残業をしているのなら、増えた分は全部自分のために使っていることになる。だったら全く意味がないし、いい生活を送れているのは夫だけじゃないか。そして夫は週末も一人で出かけることが増えた。いきなり出張だと言われて荷造りをさせられたこともある。彼は私のことをまるで家政婦のように思っている節がある。身の回りの世話をしてくれるから結婚生活を続けているという感じが見受けられる。ふざけるな。私はあんたの世話をするために生きているわけじゃない。そういう反発したい気持ちが湧き起こる。だが夫の給料で生活を守られている状況。これを何とかしない限りは、私はここから娘を連れ出して抜け出すことはできない。そこで私は日中にパートで働きたい旨を夫に伝えた。まずは少なくてもいいから自分で稼ぐ。これが大事だろう。当たり前だが、夫はとても嫌そうな顔をした。ああ、必要ないだろう。お前は専業主婦として家のことをちゃんとやってればいいんだよ。
真由美が習い事をしたいと言った時や学校関係で必要な出費が出てきた時のために貯めておきたいのよ。もちろん家事はしっかりとするわ。第一、あなたは最近全然普通の時間に帰ってこないじゃない。ほとんど晩ご飯を食べないのだから、私が日中に働いていたって全然影響はないでしょ。私がそう言うと夫は少し考えた顔をした後に許可を出してくれた。洗濯や掃除はしっかりやれよ。それが条件だ。もちろん絶対にちゃんとすると約束する。こうしてなんとか夫を説得することができ、私は働けるようになった。私の言い方が良かったのだろう。決して夫を責めるわけではなく、あくまで今の生活スタイルなら問題がないだろうという感じでの提案だ。夫も冷静に考えて、私が日中働いていようがいまいか関係がないと思ったのだろう。私はそれからすぐに仕事を探し始め、短い時間で働ける事務の仕事を見つけた。落ちてダメ元で応募したところ、見事に採用してもらうことができ、私は働き始めた。パートでも社会に出て働くことは私にとって大きな変化だった。専業主婦だとどうしても関わる人が少なくて視野が狭くなってしまう。だがこうやって働いて、いろんな年代やいろんな考え方を持つ人たちと関わることで、精神的にもいい状態でいられた。また自分でちゃんと稼いでいるという自信も持つことができ、強くなれた。それから私は一生懸命に働き、会社の人にも仕事ぶりを認められるようになった。ゆきさんは仕事を覚えるの早くて助かるわ。専業主婦になってほしいくらいだよね。そうよね。ゆきさんは正社員に興味はない？私は正直な話、すごく興味があった。だがさすがに正社員になってしまうと、子育てや家事との両立が難しくなってしまう。まず夫が許可を出してはくれないだろう。私がそのことを話すと、上司たちは残念そうにはしていたが理解を示してくれた。でも興味がないわけではないこともしっかりと伝えておいたので、また機会はあるかもしれない。だから腐らずに一生懸命働き続けて、その時を待とうと思った。そんな中、私は夫のことで一つ気になることが出てきた。それは夫が不倫をしている疑惑があることだ。私はある日、仕事のお昼休憩の時に街中のカジュアルイタリアンレストランのランチを食べに行こうとしていた。すると、そのお店から夫が知らない女性と出てくるのを目撃したのだ。夫はスーツ姿だし、女性もプライベートというよりは仕事用のカジュアルな服という感じだったので、同じ職場の人とお昼に行っただけなのかもしれない。これだけでは不倫をしているかどうかなんて断定はできない。だが、女の勘と言うべきか、私は夫はあの女性と不倫をしている可能性が高いと思った。そしてそれから私は更新所に調査を依頼することにした。もしかしたら夫がいつも帰りが遅いのは不倫相手と会っていたからかもしれない。上司と遅くまで飲んでいるという割にはあまり疲れた顔をしていなかったのは、おそらく不倫相手と会って楽しい時間を過ごしていたからだろう。そんな風にいろいろと予想しながら、私は調査結果が出るのを待った。約2週間ほどが経った頃、ついに調査結果が出た。結論から言うと、夫は不倫をしていた。そして相手はやはり私が目撃した女性だった。やっぱりか。私は自分の予想が当たっていたことになぜか安堵していた。多分これで夫との関係を終えられると思ったからだろう。不倫をしていたとあれば、夫は離婚においてかなり不利になる。慰謝料も請求できるし、養育費だって支払ってもらえる。正社員のお誘いも来ているくらい、私は仕事でちゃんと結果を出しているし、これなら離婚したって大丈夫だろう。私は夫と別れることを決意した。だがそんな中、母から電話がかかってきた。もしもし、お母さんどうしたの？ユッキー、いきなりごめんね。お父さんが倒れて病院に運ばれてしまったの。え？私は慌てて娘を連れて病院へと向かった。実家には数ヶ月前に帰省してから行っておらず、両親とも会えていなかった。いきなり倒れただなんて言われて、私は心臓が飛び出そうなほどにびっくりした。そして病院に着くと、不安そうな顔をしている母の姿を見つけた。お母さん。ユッキー、来てくれてありがとう。お父さんは？今治療中なの。家で一緒にゆっくりしてたら、私がトイレから戻ってきた時に倒れてたの。そうだったんだね。私は母の背中をさすった。
目の前でパートナーが倒れているのを目撃して驚いたことだろう。父が亡くなってしまうかもしれない。そう考えただけで私も辛かった。そして治療を終えて医師が出てきた。医師曰く父は脳梗塞で倒れたらしい。一応は意識を取り戻したが油断はできないとのことだ。父はそのまま入院となった。私たちは病室に行き、眠っている父のそばで父が目を覚ますのを待っていた。それから数時間ほどが経った頃だろうか、父はゆっくりと目を覚ました。お父さん、あなた。ああ、二人とも心配をかけてすまないな。よかった、目を覚まして。それから医師がやってきて父の状態を確認してくれた。今は安定しているが、今後また容体が悪化するかわからないとのことだった。ちょうど娘は眠ってしまっていたので、私は母に娘を見てもらい、実家に戻って父の着替えなどを持ってくることにした。そしてその間に夫に LINE を送り、父が急病で倒れて病院にいることを報告した。既読はすぐにはつかなかったが、私はとりあえず報告は済んだと思い、急いで実家に向かった。その後病院に戻り、母と娘と一緒に病室で父を見守りながら夜明けを迎えた。父は呼吸が安定していて、これなら回復するかなと思った。だがその日の昼過ぎ頃、父の容体が悪化してしまった。治療室に運ばれ、たくさんの管をつながれて治療が始まった。もしかしたらダメかもしれない。私の中でそんな不安がよぎった。そして私は夫に連絡をした。父は危篤状態になっていたので、さすがにここは夫として一緒にいてほしかった。だが、全然電話がつながらない。今日は土曜日なので仕事は休みのはずだ。もしかして夜中まで飲んで今は寝ているのだろうか。本当に頼りにならないなと思っていると電話がつながった。もしもし、あんだよ。あ、ケンスケ、すぐに病院に来てくれない？ああ、病院？どういうこと？今お父さんが危篤状態なの。だからすぐに来てくれない？病院の住所教えるから。私はそう言って住所を言おうとした。すると夫はそれを遮ってこう言った。え、無理だよ、もう旅行先着いたし。は？旅行？旅行ってどういうこと？ああ、言ってなかったっけ。同僚と一泊二日の旅行に行こうって話になってて、今日がその日だったんだよ。それでもう旅行先にいるから病院なんて行けないよ。ちょっと何言ってるのよ、妻の父親が大変な状況なのよ。私がそうやって怒ると夫はとんでもないことを言い出した。そんなこと言われてもさ、あんまり関わりないし。は？俺は毎日仕事で疲れてるんだ。休みの日に息抜きをしてもいいだろう。旅行くらい行かせろ。夫はそのように叫んだ。私の中ですーっと気持ちが冷めていくのを感じた。こいつのことなんて本当にどうでもいい。じゃあいいです、もう帰ってこないでください。私はそう言って電話を切った。それから私は母のところに戻り、娘と3人で父のことを見守った。だが父は治療をしても意識が戻ることはなく、そのまま亡くなってしまった。私たちは悲しみに暮れた。どれだけ泣いただろうか。母は父と本当に仲が良かったからものすごくショックだったはずだ。しばらく私たちは何も考えられないほどに放心状態になっていた。だがいつまでも泣いてばかりはいられない。私たちは何とか気を取り直して父の葬儀の手配と準備を進めた。そして翌日、父の通夜が行われ、そして翌々日に葬儀が行われた。親戚たちや父を慕う友人たちなど、たくさんの人が参列をしてくれた。そんな中、葬儀が始まる直前に夫がやってきた。すまんすまん、遅れてしまって。お父さんが危篤中も行けなくてごめんな。夫は謝罪をしているものの、どこか軽かった。本気で申し訳ないとは思っていない感じだ。私は駆け寄ってきた夫にこう言ってやった。何しに来たの？関係のない人は出て行ってほしいんだけど。は？関係ないってお前、俺はお父さんの義理の息子だぞ。遅れたことを怒ってそんなこと言ってるのか？親戚の人たちもみんなもう来てるんだし、感情的になりすぎんなよ。夫はそう言って私をなだめようとした。だが私はどくわけにはいかなかった。
私のお父さんが危篤状態だからすぐに病院に来てって言った時、あなたは旅行先にいるから無理だって言ったわよね。旅行くらいさせろって怒鳴っていたわよね。私の発言に葬儀場がざわつく。おい、そんな言い方するなよ。会社の同僚との旅行だから仕方なかったんだよ。途中で抜け出したりなんかしたら今後の仕事に差し支えるかもしれないだろ。妻の父親の危篤時に抜けさせてもらえないくらい心が狭い同僚なんて仕事でも大した結果は残せないでしょ。そうじゃなくて、あなたは本当は不倫相手と一緒にいたんでしょ。はお前何言ってんだ。適当な言いがかりはよしてくれよ。名誉毀損だぞ。残念だけど私はあなたが不倫をしている証拠があるの。更新所に調査を依頼しておいたのよ。バッグの中に証拠写真がたくさんあるわ。まあ今はスマホの方に保存してあるデータを見せるわ。私がスマホの画面を見せると夫は一気に顔を青くした。いつの間に。次の瞬間、義両親が夫の前に立ち、義母が平手打ちをした。あんた何やってるのよ。ゆきさんや真由美を裏切っただけでなく不倫までして、この恥さらしが。義両親に怒鳴られて夫は呆然と立ち尽くしていた。葬儀に参列していた人たちが夫に冷たい視線を向ける。義両親は私と母に謝罪をして何度も頭を下げた。そして夫を連れて葬儀場を後にした。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。もちろん養育費も請求しており、夫は一気に多額の借金を背負うことになった。このことは全て夫の職場にも報告しており、夫は完全に居場所を失ったそうだ。現在は他部署に飛ばされて窓際社員状態になっているらしいが、夫は社内で周りからずっと冷たい目で見られ、肩身の狭い思いをしているらしい。そして義両親からも縁を切られたそうだ。今は給料のほとんどを借金の返済に追われ、一人寂しく孤独に暮らしているらしい。不倫相手は夫のことはただの遊びだったようで、慰謝料を支払うとすぐに夫の前から姿を消したそうだ。一方、私は実家に戻り、母と娘と3人で暮らしている。仕事も会社に家庭のことを話したところ、正社員の話はまだ生きているから、私が要望すればすぐにでも正社員雇用に切り替えると言ってもらえた。これで娘を養うことも問題なくできるだろう。ちなみに娘に母親と会えなくなることについて聞いてみたところ、もともといないようなものだったから大丈夫と言われた。たとえどんなに元夫が娘と会いたいと言ったところで、娘が会おうとすることはないだろうな。私は今まで通り娘にたっぷりの愛情を注ぎ、母親と娘と楽しく幸せな日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。